皆さんこんばんは。僕らの移住生活、今日のテーマは、東京レインボープライド2020への道、パート6です。今日6回目なんですけども、2019年12月19日じゃない、どういうこと今日で、なんで急に次言った、まあ、この日現在の状況をお伝えしていきたいなと思って、で、あのこの1週間の動きなんですけども、まずそのペイ、LINE ペイじゃないわ、メルペイ、メルペイが審査を通ったので、た、はい、あのブースで、まあ、メルペイを使えるようになりましたっていうことと、でペイペイ、ペイペイ再チャレンジしてるんですけども、どうもなんかあのスムーズでいかないような、やっぱりやがるのかなと思って、でもちょっとあのまだ今審査中みたいな感じで、まあ、そんな簡単にやっぱその店舗を持ってないからできへんねんなっていうのは分かるんですけども、やっぱりそのペイとか使えた方がいいや、僕らも楽やし、お客さんも便利やし、現金頼るに持っていくのもちょっと怖いし、ってことでとりあえずまあ LINE ペイじゃないわ違うね、メルペイだけでもとりあえず通ってよかったなと思います。まあ最初どうなるかどうひっくり返るかわからへんから、まあキットが届いてから確定やな、メルペイも店舗用キットみたいなの届くと思うね、QR コードが書いてあるあれが届くまでなんか分からないなって思って、まあ一応通ったけど、やっぱり通ってなかったって来週言う可能性もあります。勝則くんがそのレインボープライドにすごい関心というかすごい好きなんですよ。で、東京レインボープライドだけじゃなくってなんか全国各地のレインボープライドを制覇したいみたいなやった、で思ってて、で東京レインボープライドの翌月に名古屋でレインボープライドがあるらしいんですけども、なんかそれにも出たいっていうか、それにもブースを出したいっていうふうなことを言い始めてます。そんな感じ、で今、主催の方とちょっと相談しながら、申し込む方向に、進んでまして、まあ、次の回にはどうなるかっていうのがお答えできるかなと思うので、まあ、東京の次はすぐ名古屋っていう、まあ、楽しみが増えたけど、まあ、ってことで、今週あんまり動きがなかったんですけども、来週動きがあるのでまた来週もお伝えさせていただきます。はい、では今日はこの辺で、さよなら、はい、さよなら。